昨日ね、あれやったんですよ。英会話レッスン、初回。前回は体験レッスンだったから、初回レッスン、やってきました。楽しかったよ。なんで英語勉強したかったんですかって言われたから、天馬チャンネルの視聴者の、まあ4割ぐらいは、海外の視聴者さんだから、したいんだよーって。自己紹介とかをお互いにするターンだったな、昨日は。12年くらい日本の高校の英語教師をやってたんだけど、そこからもっといろんな教育を知りたいということで退職して、海外のね、学校の先生を何個かいろんな国で転々としながらやって、二十数年教育者のキャリアがある先生だった。すごいよね。でも僕のキャリアも説明したんだよ。そしたら、え？何それ？みたいな。ああ、でもなんか、あれなの？初音ミクみたいなこと？って言われて、ああ、はいって言った。そうです。初音ミクみたいなことです。もう説明難しかったから。初音ミク。初音ミクでしょ？要は。